かぐや姫。まずは僕から行ってみよう。花火を育てよう。いやー、昨日は残念だったね。花火大会に来られなくて。ボーデー、もう最高だったよ僕の花火。スデオが作ったの？ほら、うちってお金持ちだからさ、花火屋さんに注文して作らせたんだ。ただいまの花火は提供骨川スネオ様です。もう会場は感動の渦。へえ、自分の考えた花火か。ま、君たちには一生無理な話だよね。じゃあね。ただ自慢しに来たの？あ、スネオのやつ。落ち着け、また熱が上がるよ。だってあれ？熱が下がってる。お？そうだ、花火ならいいものがあったっけ。花火ならセット。花火の種が作れるんだ。花火の種？紙にのび太くんが打ち上げてみたい花火を描いてみて。うん、こんな感じかな。できた。何それ？しずかちゃんだよ。え？あ、あ、まあとりあえずこの中に入れて。そう？次に種の大きさを決める。今回はテストだから。直径1センチ、のび太くんの2センチ玉にしておこう。ではスイッチオン。あ、出てきた。花火じゃないのこれ？種だよ、それを育てるんだ。ん？では早速土をかぶせて。花火花全量を振りかけるよ。水はたっぷりとね。大きくなれよ。まだかな。あ、芽が出た。あ、こっちも出た。ワクワクするね。うん、やった、つぼみが出てきた。もうすぐ咲くよ。今だ。せっかくだからしずかちゃんにも見せよう。いいね。え？私の顔？上がるよ。ね、綺麗な花火が上がったでしょ。まあ。ね、しずかちゃんも一緒に打ち上げ花火を作ろうよ。え？私にも作れるの？もちろん。面白そうだな。僕そういうの得意。そういうことならみんなでいっぱい作って花火大会でも開いてみる？いいね。じゃあ学校のみんなやパパママも呼んで、うーんと盛大な花火大会にしよう。そうだわ、どんな花火が打ち上がるか絵を伏せてお楽しみにしましょうよ。賛成。最高傑作ができそうだぜ。僕ちゃんまとめなっちゃう。よし、うまく描けたぞ。描いたらここに入れといてね。はーい。はい。一丁上がり。完成。のび太さん、図鑑借りるわね。次はどんなのがいいかしら。まずい。何がまずいの？あー、いやー、別に。なんでもないんだ。そう？はい、おやつ、どうぞ。うわー、ありがとう。はあ、危なかった。絵が溜まったから花火種第一弾作るよ。ん？おっ、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 
なんでも。今入れた紙返してくれないかな。書き直したいんだけど。無理だよ。一度入れたら取り出せないんだ。あ、じゃあ打ち上げ時間が同じになるように全部同じ大きさにするよ。スイッチオン。これじゃあどれだかわからない。それじゃあ手が空いた人から運ぶの手伝って。おお、ほらのび太も手伝えって。わかったよ。どれだ、一体どれが0点のテストなんだ。あー、わからない。おい、花火種第2弾持ってきたわ。これじゃあますますどれだかわからないじゃないか。スネオさんのジョウロ素敵ね。オフランスの最高級品なんだ。これで準備完了だ。花火はいつ上がるの？明日の夜くらいかな。こうなったらいっそこれで全部。みんなごめん。何やってるの？雑草が生えてたから切ってあげようかななんて。そう、私も心配で見に来ちゃった。手伝うわ。花火花専用ふりかけ肥料の追加を持ってきたよ。あーああ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 あ中身が透けて見える。どこだ、どこだ、どこだ、レジェンはどこだ。ゼロみたい。やった、きっとこれだ。一斉のび太、何やってんだ。ああ、虫がたかってるみたいで追っ払ってあげようかななんて。そうか、俺も気になってきちゃったぜ。手伝うよ。雨でも降って中止になりますように。立派なつぼみがついたね。ほんと楽しい。あれ、あ、この辺ちょっと枯れてる。あ、ほんとだ。え、やった、確かあのあたりは。どうか0点も枯れてますように。そっか、全部ちゃんと育てるのは大変なのね。でもまあこれだけ育ったんだ。この様子だと花火大会開始は今夜8時だね。じゃあ手分けしてみんなに呼びかけましょう。ゴ
ぱり零点花火は枯れてたんだ。あれ一本残ってんぞ。の最高傑作だ。のび太、これはどういうこと？0点のテストがたまたま。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ドラえもん誕生日スペシャル、巨大たぬき実現、ドラえもん対パーモン。僕は全力じゃない。9月13日金曜夜7時スタート。ドラえもんは僕が守る。